国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ-5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ-5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンド・アンダーシー・ビークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展 Sea Japan 2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今回域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦最上の機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。最上型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった対機雷戦能力の導入が最上型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な対機雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、対機雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な主砲火力と UUV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応するとみられており、そのために各種装備品が搭載されているよ。対機雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、対機雷戦ソナーシステム OQ-91 で、対機雷戦において、
可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の対機雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層対アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈艇機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット REMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ3 として運用しているほか、REMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットで9時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈艇機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSAS-AMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで沈艇機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの連動らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、他国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく他任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、
1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。